ちょっと一回止めて。すいません、ちょっと一回止めます。あ、すいません、ちょっと疲れちゃった。いや、すいません。あの、横浜バレエフェスティバル、今年は無事開催されまして、皆様、今日はお越しいただき、誠にありがとうございます。ご存知の方はいると思うんですけど、僕が出てきたってことはもうこれ今ほぼトイレ休憩なので、ご自由にしていただいて、結構ね、このコロナ禍の大変なところもう超満員ということでね、これ超満員なのかな、ちょっとこっちからよく見えない、ちょっと客電ちょっといいですか、ちょっと超満員でもないですね、結構あの辺はソーシャルディスタンスがねきちんと取れてる感じですけどね、やっぱ綺麗なね奥様方がたくさん、お母さんたちが、ね、ちょっとマスクしてるから、綺麗かどうかちょっとよくわかんないですけど、ね、本日はありがとう、もう客で大丈夫です、ありがとうございます。はい、というわけでね、ちょっとね、今回はね、かっこよく踊ってくれと、プロデューサーの、どうぞ、津川ゆりえちゃんです。よろしくお願いします。いやなんかさ、吉田さんがさ、プロデューサーの、吉田さんがさ、今回はゆりえさんとちょっと松田さんでかっこよく踊ってほしいということでね、はい、ちょっとやってみたんだけどさ、間違いない、無理がありました、無理だった、失敗だね、厳しかった、失敗した、俺でもこんなん初めてやったもん、すごい、なんか手先こういうのやるの15年ぶりぐらいにやりました、そうです、なんかごめんね、変に大丈夫です、こんなことやらしちゃっていやゆりちゃんは今回フランスから来ていただいて、はい、大変だったんですよ、やっぱり14日間の隔離がね、はい、あって本当にもう一歩も出れない状態で、なので僕たちこれ出会ったの5日前なんですよ、だからまあ正直言うとちょっと作品が間に合わなかったっていう、まあそんな感じになっちゃったね、リハーサル2回、うん、3回、2回、うん、2回半、2回、12時間やりましたけど、嘘ですね、嘘ですね、そうだからね、なんかちょっとこんなことになっちゃったんだけど、でもまあなんていうか、このコロナのこのあれも逆手にとって、まあ、今ちょっとこうね、ちょっと踊らせていただいた、まあ振り付けと、まあ段取りを、はい、まあもう一パターン、もう一回やります。ちょっとね、今ちょっとこうやってバシッつって、僕たちちょっとカッコつけてみたんですけど、ちょっと僕らそういうの向いてないんで、はい、もうちょっと僕ららしくね、やらせてもらえたらと思うんですけど、コンテンポラリーダンスバージョンで、2パターン目、いいですか？もういいですか？てかいいですか？もう一回やっていいんですか？はい、もう一回やって、もう次はゆりちゃんで大丈夫。ソロも私ですか、ソロもあなたで、僕もちょっと疲れちゃったね、わかりました、はい、じゃあそういうわけで、じゃあ2パターン目を、はい、じゃあちょっとスタンバイの方、はい、いただきます、そんなわけでね、すごかったですね、さっき海賊のユーマ君もね、彼初めて会った時横バレでまだ17歳ぐらいです、まだ19歳っていうことでね、さっきでも楽屋でね、なんかこうやってね、ずっとこうやってやってるから、なんかさすがにちょっと緊張してるのかなと思って、ユーマ君どうしたのって言ったら、こうやって、今腹筋書いてるんですって言って、なんかバレエダンサーの男性はよく裸体の時はこう腹筋に影を入れて書くらしいんですけど、こうやって、腹筋書いてるんですって言って、ここになんかもう漢字の王みたいなことをね、で芸術監督の遠藤さんにまた怒られてましたけどね、そんなお茶目な、ユーマ君ですけど。はい、我々ミドルエイジももうちょっと頑張ります。じゃあ2パターン目、いきます。じゃあタイトルは、別れ、そして新たな出会い、お願いします。